ちょっといろいろスケジュールが立て込んでまして間に合うかななんて思ったんですけれども、やってまいりました。ここはライオンの万平港。もう暗くなってましてね、もし船がなかったらここで止まらないかんのかななんて思ってたんですけれども、なんか滑り込みっぽいんですけれどもね、たまたまサメット島に行く船がもうすぐ出るよということで乗せてくれました。本来はね、サメット島行くんやったら、船の最終便はだいたい5時ぐらいかななんて思っといた方がいいのかもしれないですね。まあ今日はね、本当に7時半回ってますから、まあちょい無謀な感じもしたんですけれども、またまた行き当たりバッチリと滑り込みセーフというわけで、サメット島に着きまして、ほっと一息するやいないや、もうバイクをねレンタルしまして、娘たちもねバイクなんか乗ったことないんで、ちょっと練習で走っておりますが、家族4人で2台のバイクをお借りしまして、それと同時にブッキングコムでホテルを予約しまして、まあちょっと運転の仕方もね分かってきたみたいなんで、早速ホテルに向かうことにいたしました。まあパタヤで家族旅行なんですけれども、パタヤから約1時間ぐらい走ったらね港がありまして、そして船でサメット島まで来れますので、結構お気軽に楽しむことのできる穴場の離島ですね。そしてこちらのホテルはですね、急遽ブッキングコムで見つけました、パビリオンリゾート。もう結構暗くなっててね、あんまり見えないんですけれども、なかなかアジアンテイストでいい感じですね。サメット島のホテル選ぶときは、ビーチから100メートルとかね、50メートルとか、また500メートルとか、いろいろ書いてあるんですけれども、やっぱり僕はビーチから、もうビーチフロントとかね、ビーチからまあ100メートル以内のところが好みですね。歩いてすぐにビーチまで行けるっていうのが、なんかね、嬉しいじゃないですか。てなわけで今日はこのビーチから100メートルのところ、サメットパビリオンリゾートなんですけれども、今ロビーのとこ着きましたね。おプールがなかなかいいじゃないですか。ライトアップされたプールに、そして、ロビー、結構清潔感のある充実したホテルですね。まあサメット島はね本当にいろんなホテルがあるので、ホテル巡りしても楽しいかななんて思うぐらい、まあ今日は家族4人なんでね、4人で泊まれるお部屋探しましてブッキングさせていただいております。今ねお兄さんが案内してくれてますけれども、こちらの階段を降りて、あ、この部屋ですね。楽しみ。まあ、先ほど到着していきなりブッキングして、そしてもうすぐにこうやってねご案内していただけるっていうのはありがたいですね。もう子供たちも喜んでくれてるみたいです。うん、今日は一泊だけなんですけれどもね、一部屋だけということで家族全員で泊まれる4人部屋。まあ今回パタヤで家族旅行なんですけれども、いつもはねパタヤで1人1部屋ずつ、もう子供たちも成人してるんでね、それぞれ別のコンドミニアムで暮らしてるんですけれども、今日は突然のサメット島ということで4人一気に泊まれる部屋予約しちゃいました。もうパタヤからね急に思いつきでやってきちゃったもんで、もう車で、そして船で何も食べてなかったんで、早速お腹空いたねっていうことで、このホテルのところね歩いたらビーチがあるんですけれども、そこにレストランを発見しまして、そこで夕食を楽しませていただくことにしました。これセイムドビラって書いてありますね。このホテル、僕らが泊まっているホテルの隣のホテルにあるレストランなのかな。まあそれぞれプライベートビーチのレストランなんかがありまして、こんな感じでねすごくリゾート気分に浸れる、いや海風がむちゃくちゃ気持ちいいですよね。こういったレストランもねサメット島にはたくさんありますので、ほんとねこれたった1日では味わい尽くせませんよね。まあ僕はねパタヤに住んでるのでちょくちょくここのサメット島には来れるんですけれども、家族はね今回初めてということで、ちょっとこの周辺にもねどんなレストランがあるのかななんて、お料理注文する前にちょっと歩いてみようということになりました。今日はねちょっと到着するのも遅くて、チェックインしてたらファイヤーショーの時間ね過ぎてしまっているみたいなんですけれども、実はここサメット島ではですね、いろんなところでこのファイヤーショー、ちょっと待ってくださいね、これ過去に撮った動画があったんじゃないかな。そうそう、こんなね至る所でこんなファイヤーショーを楽しむことができるんですけれども、ビーチレストランで食事しながらね、だいたい7時過ぎぐらいからかななんて思うんですけれどもね、今日はもう終わってしまってましたんで、またネクストタイムということで、やっぱりねサメット島行くときはちょっと早めにね、早めにこちらの島に来てゆっ
っくりとね夕方から夜にかけてリゾートするのがいいんじゃないかなって思いますね。このようなバーがあったりね、結構盛り上がってるんですよ。まあ、ちなみに夜はかなり遅い時間まで飲むところとかも結構ありますのでね、まあ、パタヤからランタオに行かれる方とか、それからこのサメット島に行かれる方多いんですけれども、日帰りでね行かれる方たくさんいらっしゃると思うんですよ。まあ、ランタオはねもうものの15分ですから日帰りでもいいかななんてところあるかもしれないんですけれども、このサメット島はですねパタヤから1時間ぐらい走ったところになりますので、行き帰りのことを考えるとぜひその1泊2日以上でね、夜も楽しまれるのがいいんじゃないかなって思いますね。てなわけで早速先ほどのレストランに戻ってきまして、ちょっとお料理をね注文させていただこうということで、メニューなんですけれども結構充実してますよね。こちらサメット島は比較的ファランの方が多いので、洋食からもちろんタイ料理までねたくさんバリエーションありますけれども、そうそう、中にはね辛いのが苦手とかタイ料理はちょっと苦手なんていう方も全然安心して楽しませていただくことができますよね。うん、でもこうやって見ているとやっぱりシーフードが結構充実してますね。シーフードの、タイ料理、うわー何しようかななんてね楽しいですよね。まあ、僕は個人的にはいつもねこのグリーンカレーを必ずと言っていいほど注文させていただきますね。あとエビのガーリックも好きだな。まあ今回は家族で来ているのでちょっとねみんなでいろいろ選びましてシェアさせてもらおうということって、これ本当いつも思うんですけれどもね、胃が一つしかないので、こんなにたくさん美味しいお料理あってももう選べるのって限られてるんですよね。あれも食べたいこれも食べたいってなるんですけれどもね、今ね子供たちも真剣にメニューを眺めております。まあ、こうやって家族で来たらその喜びもね人数倍に膨らんでいろいろ注文できるのがいいですよね。早速いろんなご注文させていただいたお料理がやってきておりますけれども、これね不思議なことに現地に住んでいる僕よりも、まあ、こうやってね旅行で来られる方々の方がタイ料理には詳しくてねいろいろと教わりますよ。今回も僕家族からちょっと何品かね美味しいタイ料理について教えてもらったんですけれども、なるほどなるほどこの料理ってそういう名前やったんや、あこれって結構有名やったのねみたいな、そんな発見がありますよね。いやそれにしてもね一品一品がむちゃくちゃ美味しい。こんな南国のビーチでね海風を浴びながらの最高のディナー超ご機嫌。いや超ご機嫌ですよね。お腹いっぱい腹パンなった言うてるのに、また歩いてたらロッティの屋台見つけちゃいました。これ食べたかって言うてね、デザートは別腹ということで早速注文させていただきまして、まあ結構この周りねおしゃれなカフェとかバーなんかも結構あるんで徒歩圏内でかなり楽しめるんですけれども、本当にいろんなお店が充実してましてね、なんか1週間から10日ぐらいのんびりと来るのもいいんじゃないかななんて思いますよね。まあ、パタヤもそうなんですけれども、このサメット島もね大自然の中にありながらも何でもかんでも揃ってて、あたり一帯がエンターテイメント、手ぶらで来ても何不自由なく楽しむことができちゃいますよね。で、先ほど注文させていただいたロッティが出来上がってまいりました。これねすごく甘くてホットケーキみたいで美味しいんですよね。まあ、まだまだバーなんかはね盛り上がっておりますけれども、まあ、明日また観光しようということでちょっとホテルに帰ってゆっくりすることにしました。もうねほんとこうやって連れてきてもむちゃくちゃ喜んで盛り上がってくれるので嬉しいですよね。いやそれにしてもね久々の家族旅行でみんなルンルン気分で開放感に浸って大盛り上がり、あとはシャワー入ってねお風呂に入ってゆっくり寝ようということで、うん、また明日楽しみですよね。ということで、朝がやってまいりました。これホテルのねところのプライベートビーチなんですけれども、朝はこんな感じですごく気持ちがいいですね。もうまさにリゾート。ちょっと朝の散歩でね
この周辺のヴィラなんかもどんどん朝食会場で朝食ビュッフェの用意が進められておりますけれども、散歩がてら散策しております。昨日ちょっと暗くて見えなかったんですけれども、ここが今回泊まらせていただいたサメットパビリオンですね。サメットパビリオンリゾート、入り口からこうやって入ってくると駐車場、駐輪場がありまして、そしてバイクを止めてね、ちょっと歩いたところに、入り口があります。本当昨日到着した時は真っ暗だったんですけれども、緑が多くて綺麗なホテルですよね。そしてこの通路を歩いていくと、こういうね、プールとロビーのあるところ、もう早速朝食の準備ができております。やっぱりこういったリゾートホテルでは朝食ビュッフェなんかも楽しみの一つですよね。軽くモーニングブレックファーストするもよし、コーヒーだけでもよし、そしてがっつりいただくのもよし。それにしてもこのホテルでの、しかもオープンテラスでのね、モーニングビュッフェっていうのは、もう、ハンバーガーや、ちっちゃいハンバーガーありますね。いろいろメニューがあって、本当にこれ幸せ感じますよね。朝からね、スタッフの方々が準備してくださって、こうやって目玉焼きとかオムレツなんかを作ってくれております。ちょっと家族が起きてきて朝食を食べる前に、プールで泳がせていただきまして、朝日と海風を浴びながらコーヒーをね、楽しませていただいた後に、こうやってまたね、朝食ビュッフェを楽しませていただいております。これもね、予約した時は分からなかったんですけれども、朝食ビュッフェ付きだったということで、もう早速朝からね、食べ放題。これ不思議なもんで、何でも食べれる思ったらもうね、何回もおかわりしてしまうんですよね。朝やからちょっとだけにしとこうなんて思いつつ、またまた腹いっぱいになってしまいました。あれも美味しい、これも美味しい、あれも美味しかったで、なんて言ってね、そうなん、ほんなちょっと取ってこようなんて言ってるうちに、もう朝から満腹ですよ。いやー、ほんまにこれありがたいですね。ちょっとお腹いっぱいになったところで、プールで泳ぐのもいいんですけれども、まあ近くにね、ちょっと歩いたらビーチがあるということで、早速ね、海の方に行ってちょっと泳いでみようということになりました。こちらホテルのプライベートビーチなんですけれども、もう朝から何やらみんな出てきてますよね。朝からね、こうやって、これは鳥かな、鳥の、焼き鳥かな、いろいろこんな屋台みたいなのも出ておりまして、海がね、これまためちゃめちゃ綺麗なんですよ。やっぱりこうやって離島まで来させていただくと、水もすごく透き通ってて、ついつい泳ぎたくなってしまいますよね。遠浅になってるんでね、水の温度もかなり暖かくて、朝から十分に泳げますよ。で、今ちょうど雨季なんでね、雲も出てたりして程よく涼しい。で、まあ一応ホテルはね、チェックアウトの時間があるんですけれども、フロントに荷物を預けたままバイクで島巡りしてみることにしました。至る所で絶景が楽しめるので、写真撮ったりね、いやー、これ景色が美しいのでめちゃめちゃ映えますよね。でも女の子ってこうやって美しい景色のところで写真撮ったりして、そしてね、その写真の出来栄えをこれ2人で確認してるんですけれども、こういうのがめちゃめちゃ幸せなんでしょうね。あ、そうそう、僕ね、蝶々を見るとものすごい幸せが舞い込んでくるっていうジンクスがありまして、ここサメット島では何度も蝶々を見まして、めちゃめちゃいい感じで、まあサメット島にはね、いろんなリゾートホテルや、またカフェなんかがたくさんあるということで、そのちょっとね、女の子が喜びそうなおしゃれなカフェがあるところにやってきたんですけれども、この辺りの景色もめちゃめちゃ絵になりますよね。サメット島はね、結構おしゃれなインスタ映えスポットっていうんですかね、そういったところがたくさんありますね。まあ、こうやって歩いてると、ここも泊まってみたいね、ここも泊まってみたいね、みたいなおしゃれなリゾートホテルが目白押し。まあ宿泊はしてなくてもね、どこのホテルでもそのカフェやレストランでドリンクや食事を楽しんだり、また泳いだりね、することができますので、こうやってゆっくりと島巡りするのも楽しいですよね。もしね、うちみたいにちょっとあの女の子がね、いる家庭でしたら、こうやって写真撮ったりしてむちゃくちゃ楽しんでくれるんじゃないでしょうか。
まあ、今回ね、パタヤで家族旅行というテーマで楽しませていただいているんですけれども、家族でこのパタヤ、今日はね、ここサメット島に来させていただきましたけれども、本当にねこれ無限におしゃれなカフェがあるんですよ。僕もねいろいろ YouTube でパタヤの魅力なんかについてアップロードさせていただいているんですけれども、いや一つねカフェ巡りなんていうのもテーマの一つとしてやっていけたらいいんじゃないかななんて思いつつ、そうそうカフェの魅力にハマっちゃいそうですね。まあ僕はそもそもこのパタヤに来させていただいた時の、今もそうなんですけれどもね、テーマが、大都会の喧騒からリモートして大自然とリゾートするというね、まあ、リゾートワークなライフスタイルを楽しませていただくということだったんですけれども、カフェってね時間気にせずゆっくりできるじゃないですか。でまた電源があったり Wi-Fi があったりして何かと便利なんですよね。まあスマホ時代の究極法則ということで、スマホ一本で完結するようなね、そんなライフスタイル、ワークスタイルを追求していこうということがテーマでもあるんですけれども、このリゾートワークとしての環境としてカフェはかなりありですね。やっぱりね何をするにもクリエイティブな直感、インスピレーションっていうのはむちゃくちゃ大事だと思うんですよね。そしてこの直感をねもたらすのは環境じゃないかなって思ってて、まあ僕自身はねこのパタヤのコンドミニアムがもう環境バッチリでそこにハマっているわけなんですけれども、豊かで幸せな環境がやっぱり豊かで幸せなインスピレーションをもたらしますのでね。ただ今回家族で旅行してまして、やっぱりねこのカフェっていうのは、ちょっと今まで未開拓な分野ではあったんですけれども、新たなその可能性を感じますよね。それにしてもこのサメット島だけでもねおしゃれなカフェいっぱいあるんですけれども、パタヤから本当にね身近に行ける範囲としても、今日は1泊2日で来てますけれども、サメット島だって普通に日帰りで来れちゃいますのでね。まあビーチもね、パタヤビーチ、ジョムティエンビーチ、ドンタンビーチ、それからプラタムナックのねコージービーチ、バッコビーチやトゥトゥビーチ、ナ・ジョムティエンやウォンガマットビーチ、それからサダヒップね、いろんなところにいろんなおしゃれなカフェが、ビーチフロントカフェでも星の数ほどあるんじゃないでしょうかね。うわここなんかいいですね、ビーチの、マッサージ、ビーチの砂浜で海風を感じながらマッサージが受けれるところなんですけれども、おしゃれですよね。まあ、ホテルにもねたくさんこのスパがありまして、そのマッサージをね受けたりすることができるんですが、夢のような快適なひとときを日常として味わうことのできるビーチリゾートにはそんな魅力がありますよね。いや思えばね20代ぐらいの時にその自分の将来未来について、その夢についてね考えることが多かったんですけれども、そんな時にそのビーチリゾートで生活することができたらいいななんて漠然と考えていた時がありましたよね。で今気がつけばまさにビーチリゾートで生活できちゃってるんですよね。まあ、そもそもパタヤに来た時パタヤのことなんか全く知らなかったので、写真なんかで、ね、お海あるやんと思って、海あるとこっていいよねみたいな、そんな感覚で何も考えずにやってきちゃったんですけれども、やっぱりこれね思考は現実化するというか、ふと自分が思ったり感じたりしちゃったそんな世界観がこれ人生って、引き寄せられるというか展開していっちゃうもんなんですよね。僕本当にねこの動画の中でも何度もこれ言っちゃってるんですけれども、ご機嫌であれば全てがうまくいくなんて言ってるんですけれども、ご機嫌にねルンルン気分で、鼻歌歌いながらやりたいことね好きなことをやってたら、ご機嫌にルンルン気分でイメージしたことなんかが次々とね現実化していっちゃうもんなんですよね。それはなんでなんかっていうことまではちょっと僕もわからないんですけれども、多くの方が、やっぱりこれ人生の先輩方々も多くの方がそのようにおっしゃってるので、そうなのかなっていうふうには思っているんですけれども、とにかくねもうとにかくご機嫌であれば、もうご機嫌なことが目白押し、そしてご機嫌な人生が展開しまくるんですよね。
そしてその自分にとってのご機嫌っていう状態は人によって違うんですけれども、たまたま僕にとってはとにかく自由にね、まあ明るく楽しく気持ちよく爽やかにご機嫌にありがとうでいっぱいの、そんな感動と幸せに満ち溢れた状態だったんですよね。でそんなことばっかり考えたり言うたりしているうちに、好きな音楽だったり好きな食べ物だったり好きな、まあ、住むところだったりね、ライフスタイル、そういったイメージが確立していくと同時に、この現実の生活ですよね、その人生の中に醸し出されていくんですけれども、初めはねこのことっていうかこの仕組みが漠然としか分からなかったんですよ。でもまあ20代後半あたりからそのトロピカルマインドっていう、なんかそういった概念を思いついちゃいましたね。そうそう、思えば初めて海外旅行に行ったのがプーケットだったんですけれども、そこで草履履いて短パン履いて T シャツ1枚でリラックスして過ごせる、そんなライフスタイル、南国のねライフスタイルにちょっと快感を覚えまして、ちょくちょく南国に足を伸ばしてはトロピカルなフィーリングをね楽しませていただいたりしているうちに、この南国独特のトロピカルなあり方とかね考え方についてめちゃめちゃ憧れて共感を持つようになりまして、まあそれで日本で暮らしながらもトロピカルマインドを追求したり提唱したりさせていただいていたんですけれども、やっぱりそういうあり方とか考え方に見合った環境が自分自身のライフステージに展開していくもんなんでしょうね。気がついたら見てくださいこれね、最高じゃないですか。まさにこのトロピカルな、これスイカのカクテルなんですけれども、もう存在自体がエンターテイメントでしょう。もうこの南国ではねフルーツも、植物だけじゃなくって魚とか虫とかも鳥もね本当にカラフルでキラキラ輝いてて、大自然もね何もかもがエンターテイメントなんですよ。感動と幸せを分かち合うために全ての物事が存在してるみたいな、本当よくね奪い合いの世界から分かち合いの世界へとか、勝ち組負け組から楽しみ組の世界へとかね、日本で生活してる時は声を大にしてそんなことをメッセージさせていただいたりしてたんですけれども、快不快感情とか損得感情とかそういったものを全部こう超越してね、とにかく周りを楽しませたいとかエンターテイメントしていく、そんなねあり方、南国ってそんな感じなんですよね。鳥もダンスしてるし魚もキラキラ輝いてるみたいな、まあそんなところからね、トロピカルマインドというそのヒントをもらったんですけれども、もうね本当一人でも多くの方に喜んでいただきたい、そして楽しんでいただきたい、あわよくばご機嫌になっていただいてね、次々と幸せ夢を叶えていただきたいというようなそんな考え方、これゴミ箱一つとってもエンターテイメントでしょう。トロピカルっていうのは南国という意味もあるんですけれども、トロピカルマインドっていうのはもう南国精神というか、まあここをねタイでしたらマイペンライ精神っていうのもあるんですけれども、マイペンライスピリッツ、なんかそんなねありとあらゆる生命体や、ありとあらゆる存在自体は楽しむために発生したみたいな、楽しんで楽しませて楽しませてもろて、そして楽しむみたいなね、とにかくこの楽しみ組の聖地メッカ、これが南国リゾート、特に僕はねパタヤで暮らさせていただいているんですけれども、もうパタヤの魅力、もうほんとねパタヤに来れば、まさに地上の楽園なんでね、多くの方が笑顔になるんじゃないかななんて思いますよね。今ねサメット島の南端コサメットエンドビューポイント、青パカランビューポイントですね。ここはね結構高いところにありまして、朝日の見えるビューポイントと夕焼けの綺麗なビューポイントがあるんですけれども、ちょっとこんな感じでウッドデッキを歩いてね両方景色を楽しむことができる、いやそれにしても美しいですよね、この絶景と海風が最高。いやこんな人にパタヤからまあ1時間ちょっとで来れちゃうんですよね。この海の水見てください、これ綺麗でしょ。この涼しい海風に身を任せてこの波の音を聞きながらこの海を眺めてるだけでね、むちゃくちゃ心洗われますよね。何かとても神秘的なね神聖な気分にさせてくれます。
でちょっと歩いていくと至る所にこうやってね、石が積んであるんですけれども、ここを訪れた方がその辺に落ちてる石を積んでいかれるんでしょうね。至る所にこの石のなんていうんですかね、積まれたものがありまして、見てるとねつい自分もやってみたいなと思いまして、ちょっとねちっちゃい石なんですけど拾ってきて倒れないように乗せてみました。これはちょっと小さすぎたかな。でも一つ一つ見てるとね、結構うわこんな風にこんな石どっから持ってきたんやろって思うような芸術的な作品もありまして、今うちの子がね何やら、パパ、私世界を守るわ。あかんやん、失敗してるやんっていう話なんですけれども、まあこうやって楽しんだ後はね、そろそろ船の時間もありますし、港の方まで戻ってきまして、ちょっとね腹ごしらえ、フライドライスがねうまいんだなこれが、それからパスタのボロネーゼと、そして、タイ料理ですね、シーフードのタイ料理。突然の思いつきで弾丸の一泊二日でしたけれども、家族でパタヤ旅行、パタヤだけではなくね、パタヤからすぐ近くの秘湯、このサメット島をねぜひ体験してもらいたくてやってまいりました。まあパタヤからもね、それからバンコクからもバスが出ているので、まあ家族だったらタクシーでもいいですよね。前一回タクシーで来たんですけれども、まあ600バーツぐらいだったかな。本当すごいお気軽なんでね、こうやって船も乗れるし思い出に残るんじゃないでしょうか。パタヤからすぐ行けるところにはラン島というのがありまして、こちらもね以前動画アップロードさせていただいておりますけれども、まあ、ラン島とサメット島ってどう違うんですかって聞かれたことあるんですよね。まあ、僕はねどちらももう何度か来させていただいているんですけれども、ラン島よりはねサメット島の方が、うん、おしゃれ、センスがいいような気がしますね。そしてラン島よりもサメット島の方がなんかこう隠れ家的というか、まあ、どっちが好きかと聞かれると、僕はですよ、僕はもう本当にね、個人的にサメット島が大好きですね。もちろんラン島もねむちゃくちゃ素晴らしいし、その夜もね盛り上がってますし、そのホテルもねおしゃれなカフェもいっぱいあるんですけれども、日帰りとか一泊二日だったらラン島がいいのかもしれませんが、ちょっと 2,3 日ゆっくりしたいっていうことだったら、サメット島ですね。まあちょっと今度時間に余裕があるとき1週間ぐらいね来てみようかななんて思うんですけれども、ほんとゆっくりのんびりできますよ。ということでね、ライオンのバンペイ港、バンペイ港まで戻ってまいりました。この辺りもねほんと観光なんか奥深いんで、まだ僕は未開拓なんですけれども、ちょっとまたねもっと本格的にライオンとこのサメットともっと奥深く探索していきたいなって思っております。ねえちょっとおかしなこと言ってもいい？そういうの大好きだ。どこにも出口のない日々が突然に変わりそう。僕も同じこと考えてた。だってどこにも居場所のない日々で探し続けていた。結婚してくれ。もっとおかしなこと言ってもいい？もちろん。